夢先生の出前授業は、現役で活躍しているビアティン三重のアスリートから話を聞くことで、夢を持ち続けることの大切さを学んでもらおうと、桐蔭町では今年初めて行われたもので、この日は神田小学校の6年生児童40人が参加しました。この日講師を務めたのは、ビアティン三重サッカー男子トップチームキャプテンの谷奥健志郎選手です。谷奥選手は三重県志摩市出身で、 J リーグの松本山雅 FC やブラウブリッツ秋田で活躍。2022シーズンから地元三重県に J リーグを誕生させようとビアティン三重に移籍してきました。授業では谷奥選手がサッカーを始めたきっかけや、子どもの頃に大切にしていたことについて話があり、子どもたちは興味津々の様子で耳を傾けていました。続いて谷奥選手から子どもたちに自分の将来の夢を書く紙が配られると、子どもたちは熱心に自分の夢を書いて発表していました。中にはプロサッカー選手になりたいという子どももいて、谷奥選手からはいつか同じピッチでプレーしましょうと声がかけられ、教室は和やかなムードに包まれていました。また授業の最後に谷奥選手から、自分が好きだと思うことを大切にしてくださいとメッセージが送られ、子どもたちは目を輝かせて話を聞いていました。子どもの頃の話も聞かせてもらったり、いろいろなんか面白いなんか昔の話を聞けてよかったと思います。サッカー選手の人がボールと一緒にお風呂を入ってボールを洗うっていうのが面白かったです。もっともっと自分自身、上手にできたらいいなと思いましたし、こういったことを続けていくことで、ビアティン三重の名前も広まると思いますし、子どもたちにとってもすごくいい機会になるんじゃないかなっていうふうには感じました。